お目を挽回させる機会とかっていうのがこういう作品によって得られたっていうのはすごい嬉しかったし、やる意義があると思いました。その事件を見直すまで日本は10年かかるんだなっていうことですよね。バグがあったらそれを直すっていう構造を知ってる司法というかだったとしたら、ここまで悪用されなかったり、おまわりさんがイノベーションのこれはいいとかこれが悪いという判断をする能力は絶対ない。じゃあどうしたいのかっていう話に、この事件を少しでも反省してもらって、そこを判断するのは裁判所じゃない国会だということを理解してもらえたらと。はい、ピボットの竹下です。今日のピボットトークのテーマはですね、司法にはイノベーションが必要だというテーマです。20年前にですね、金子勇さんという天才プログラマーがいまして、最近これウィーニーという映画になってるんですけど、その金子さんがウィーニーという、ファイル共有ソフトを作って、世が世ならこれはもっとスカイプとか YouTube に匹敵するサービスになるんじゃないかと、そんな期待もあったんですけど、言ってみれば警察に潰されちゃったんですよね。イノベーションを潰してしまうのは良くないと。じゃあ今後どうしたらいいのかってことをちょっと話し合っていきたいと思います。ウィニーはまさに未来を先取りした技術や、いつか世界を変えるような。金子君、逮捕状が出た。もし俺がこのナイフで刺殺したとするやろ、誰が捕まる？ダンに決まってるやろ。せやろ、このナイフを作った人を罪に問えるかっちゅう話や。俺を書き写したら帰ってええから。お前には責任感いうもんがないんか。技術テロ、情報テロですよ。そもそもこの裁判がおかしいのは、警察が原告になっていることですよ。47は無罪、生きろ。金子さん、戦うしかないですよ。ウィニーそのものが違法だということでしょうか。ソフト開発環境が根底から破壊されてしまいます。組織のためです。組織のためなら何をしてもええんか。警察は国の未来の技術者、国民にこの逮捕拘留は正しかったと胸を張って言えますかと聞いてるんです。で、今日は2人のゲストの方にお越しいただいて話し合っていきたいと思います。映画ウィーニーでこの天才プログラマーの金子さんを演じた俳優の東出昌大さんです。よろしくお願いします。お願いします。いや、もう本当金子さんそのまんまみたいな感じです劇中では。はい、はい、あれもなんか18キロ増量したみたいな。そうです、実際遺品をお借りして、その撮影するってなったので、ビジュアルも寄せられるし、だからちょっとの時間も一月ぐらいあったので、まず見た目からって言って役作りはしていきました。どうやって太るんですか？めちゃくちゃ食べる。めちゃくちゃ食べる、1日6食とか食べて、なるべく動かない。でもずっと血糖値が上がりっぱなしなので、ずっと眠いし、痩せる役もやったことあるんですけど、太る方が4倍ぐらいきつかったなと思います。東さん今山に住んでるってちょっと聞いたんです。そうなんです。で、今日も山から来てくれた。今日は、いや、ここ数日東京で仕事が続いてたので、東京で仕事してそのまま来て。山の生活いいですか？ちょっと話ずれちゃうんですけど。いいです。いいですか？煩わしいことないし、それこそ忙しいから、その同調圧力だったり他者のことをどうのこうの向きみたいな、もうなんでみんなとかってそういうことも全然考えないですね。みんな忙しくなりすぎてんじゃないかなって。そうですね。余裕がないのはって思ったりしますね。横のダン先生の、来たことあるんですか、ね、そう、山に遊びに来てくださって、お二人目のゲストで、この、ウィーニーの実際 この無罪を勝ち取った弁護士の中心的な方のダン俊光先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダン先生もやっぱりこの映画はもう監修というか、映画の世界、日本の映画で刑事ものって多いんですけど、僕らから見たらリアルだと思うものがないんですよ。もう全部嘘っぱちだみたいな。そう、本物 その刑事弁護の世界とか、尋問とか本当は面白いんだけど、皆さん知られてないから、それをぜひやってほしいということで、監督が取材に来ただけなのに、いきなり映画のコンセプトまでいきなり言い出してびっくりされたと思います。はい、でめちゃくちゃリアルでしたよね、裁判のシーンとか。そうですね、あれは実際の事件 その尋問事項から脚本を作ってもらってますから、実際に言って発言が多いんですよ。はい、だからやっぱりその本物 その尋問の持ってるその緊張感とか、尋問のセオリーとか、その面白さっていうのが皆さんにも伝わるんじゃないかなと思ってます。なるほど。
実際どうですか、この20年経ってウィーニーが今公開されてるってどんな意義があると思いますか。その事件を見直すまで日本は10年かかるんだなっていうことですよね。もう本当はもう判決出てるというか、もう逮捕された翌日には日本は反省してほしいと思ってたんですが、それから考えるともう20年弱かかっちゃってるわけで、ようやくあの時おかしかったんじゃないかっていう声が出てきたことに対して、まあ遅いけれどもちょっと安心した感がある。僕は金子勇っていう人物になるっていう、そのイノベーションとか技術革新とかっていうことよりも、金子さんの生涯って何なんだろうって思った時に、やっぱり一審で有罪判決受けて、で無罪最高裁で最後勝ち取るまでに7年半の間、金子さんもやっぱり汚名を着せられてたし、ご遺族の皆さんもまあ加害者遺族というか金子勇の、親族であることを隠したっておっしゃってて、なんだろうな、人の人生がかかった汚名を挽回させる機会とかっていうのがこういう作品によって得られたっていうのはすごい嬉しかったし、やる意義があると思いました。実際無罪になってるじゃないですか、それでもやっぱり汚名っていうのは、あったんですかね。だと思います。いや、それは他のニュースでもそうだと思うんですけれども、やっぱり逮捕容疑者って言った瞬間に、ああ悪いことしてる人なんだってやっぱり思う。でメディアってその後不起訴、起訴になったってなかなか掘り下げないし、ましてや裁判が行われても一審で有罪になったっていう、この逮捕有罪っていう言葉が並んだ時に、そこの物事の本質まで人は探ろうと思わずに、はい、あ、なんかいかがわしいことやった東大の元特任教授の金子勇でしょ、で終わっちゃうので、だからウィーニーを映画化してそのプログラミング界隈とかインターネット界隈の方たちにうっすらとウィニーを知る人たちに話聞きに行くと、あ、最終的に無罪になってたの知らなかったっていう人すごい多いんですよ。なるほど、だから報道っていうのもねって思いますね。金子さんが亡くなった時に、死を惜しんでくれる人はもちろんいるんですけども、彼が犯罪者であるかのような扱いを している、そのネットの投稿とか多かったんですね。であれがすごく悔しくて、もう一回金子さんのために戦おうと思って、で10年かかってようやく映画になったっていう感じで、ちょっと今日ここで今日話したいこと3つぐらい、本当にたくさんテーマあるので、ちょっとこの3つに絞ろうかなと思って、やっぱり出る杭、金子さん出る杭だと思う、それを打ってしまう日本でいいのかと、あとは裁判官の方もやっぱり映画見ててもちょっとたどたどしくて、ピアートゥーピアとかパソコンとか言えなかったりして、やっぱり少し溝があるなと思っていました。で、やっぱ最後は前向きに、じゃあどうしたら司法が良くなって、その金子さんみたいなすごく面白い人が出てきた時にみんなで受け入れて、うまく社会として、アップデートできたらいいのかなってちょっと考えてみたいと思います。で、ネタバレしない程度にちょっとウィニーを振り返ると、このピアーツーピアーという、すごい対等なパソコン同士でつながっているパソコンでいろんな映像とかファイルとか共有できると、今はこれは結構当たり前、ネットフリックスとかいろいろと Web3 とか出てきてるんですけど、当時こんなことを考えていたとやっぱすごいなと、で、ただ2002年に開発して、その後この著作権法違反幇助の容疑で逮捕されてしまって、でさっき東さんおっしゃったように、その後無罪が確定しても亡くなってしまったということで、本当にその間に YouTube とか、ビットコインとか Skype とか LINE とか出てきたんですけど、このイノベーションの種を逃してしまったなと。でちょっとまずここで難しいので、ぜひダン先生に聞きたいんです。この著作権法違反幇助って、これはどんな疑いで逮捕されちゃったんですかね。正犯って人が、アップロードしたんですね。人の著作物を内緒でアップロードしたら、公衆送信権違反っていうのがあるんですけども、そういう罪になるんですけども、それをするソフトを提供した、それは犯罪を助けたんですかってことなんですよね。幇助って助けるってことなんですけど、何をもって助けるかっていうことは実は明らかになってなかったんです、これずっと明治ぐらいから問題になってて、でそれが平成に入って問題、インターネットじゃなくて正面から問題になったということで、丹先生高速道路の例えもされてて、高速道路でちゃんとルール守って運転する人もいれば、暴走する人もいると、
で暴走する人はまあちゃんと捕まえればいいんですけど、はい、じゃあ高速道路を作った人まで罰していいのかみたいな、はい、それと同じことなんですね。そうですね、ウィニーって何が違うって高速のデータのインフラだったんですよ、通信の、はい、だから一番例えのに合ってるのは高速道路だなっていう、じゃあ誰も速度を守らないとこってどうなるの、はい、というと、だったらね、国土交通大臣逮捕かってそういうわけでもないですし、あと著作権法ってなんか人の命に例える人いるんですけど、そうじゃなくてその創作性のところに、まあ法律というところで線引いた一部を線引いて保護の対象にしてるって法律なんで、それもなんか道路交通法とかそういう政策的な法律よく似てるんで、僕はそれで例えてたっていうことです。僕もウィニーってうっすら調べた時に、はい、いかがわしい人なのかな金子さんってっていう先入観を持っちゃったんです、うん、今その違法アップロード違法ダウンロードがダメっていうのは僕らの中でも常識的なのに、それをその、まあ、推進というか可能にしちゃった技術を提供する。でも調べていくと、いや待てよと、プログラマーさんの世界って一回作ってリリースして、それについてバグが見つかったって言って報告を受けて、 あそこ直さないとね、ああここ直さないとねって言って、どん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 プログラムソフトを、まあ、正常化だったり、うん、その前進させていく、うん、ただ捕まって警察に捕まって裁判でってなった時に、この開発っていうのもやめろって言われたら、やっぱりどん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 バグの多いソフトがまた悪用されてっていう、だからその普通のプログラムの世界、バグがあったらそれを直すっていう構造を知ってる、まあ、司法というかだったとしたら、ここまで悪用されなかったり、うん、金子さん問題視されなかったんだろうけど、ウィニーも、うん、まあ、何せその新しいもの、先ほどおっしゃってたように、はい、出る杭を打つじゃないけど、うん、新しいものに対して忌避感だったり、うん、いかがわしいものはもう全部引っこ抜いてしまおうみたいな、うん、それが何なんだろうなっていうことですね。そうですね。なんでだと思いますか。例えばその組織が手柄を上げたいとかっていう時に、スケープゴートというのか、うん、その分かりやすく手柄として上げられそうだし、うん、誰も知らなそうだし、ちょっと今話題になってるから一応やってみっかっていう組織の裏の意図とかもあるだろうし、いかがですか。それを僕の口から言うといろいろ問題が起こっちゃうこれ東出の口からだったら言っていいかどう、そうですね、どうなんでしょう、まあ、あの警察がどういう意図で動いたかっていうのは、うん、それ何言ってもそれはあなたの意見ですよねって言われて終わりのところなので、うん、はい、まあ、あんまり言わないようにはしてるんですけども、ただ並々ならぬあの意欲を持って金子さんの逮捕有罪を目指していたというのは確かですね。あ、なるほど。サイバー犯罪専用の部署があったじゃないですか、はい、やっぱそのせっかく作ったからには実績欲しいっていう心理もあったんですかね。あったんかもしれないいやいや、なかなか僕らが言えるかもしれないあったのかもしれない、あったのかもしれない、かもしれないですよね、はい、わー、結構放送禁止コールがそう、いかがですかそれまあね、いろんな人がね、いろいろ教えてくれるので、はい、裏の事情、まあ、ある程度は掴んでるんですけど、うん、僕の口から言うの問題なんで、うん、はい、本当は知ってるんですね、原因。まあそうですね、はい、で、まあ、実際にあの金子さんの有罪に向けて動いてた人たちっていうのは、はい、その後何か責任を問われるどころか、うん、まあ、あの上場企業に天下りしたりとかですね、うん、あの役員クラスで受け入れられたりとか、うん、そういう出世されてるので、みんなそれを目指して京都府警は今日も頑張ってるって感じです。あ、なるほど。なんかその司法の世界で例えば裁判官も、うん、まあ、間違えることもあると思うんですよ、やっぱ、うん、その当時ウィニーは分かんなかったと、その時なんか反省したりとか、あるいは処罰とかは ないんですか、もうそのままスルーなの。ないです、ないですもう、ないです、もう、うん、その起訴した検察官も今、はい、大阪の特捜の部長をやってますし、とりあえず捕まえて有罪にしようとして国家のメンツで戦って、うん、で無罪になっても誰もごめんも言わなくていいのが日本なんですよね、うん、はい、でものすごくあの不公平だなとはずっと思ってます ね、そうですね。東出さんどうですか、やっぱり映画やってみて、その日本の司法とか仕組みとかもいろいろと知ったことも多いと思うんですけど、うん、どんなふうに思いましたか。まあ、金子さんがこの劇中だったり、あと無罪判決出た後に、最高裁の無罪判決出た後に記者会見の後にその言ってた言葉で、誰かのせいにしてっていうのは、もしかしたら自分も誰かのせいにっていうのでしょっぴかれたのかもしれないけど、また
警察のせい、検察のせいって誰かのせいにしてても言葉は前に運ばないでしょうから、うん、誰かを恨むっていうことではなく前に進むことを考えましょうっていう話がまず基本理念です、はい、ただ悪意っていうのは絶対にあると思ってて、うん、それは金子さんを悪いと仕立て上げようとしてその警察権力の人がじゃあ金子さん家から押収したアダルトビデオの写真を撮らせてメディアがそれを出すとかっていうと、はい、で金子さんって最初逮捕された時に赤いシャツ着てらしたんですけど、はい、そのサバイバルベストみたいな直帰をこれ着ろって言われて、でそれ着てたらオタク趣味とかそのアーミー趣味みたいに言われてまた書き込みとメディアがそれを先導してっていう報道があったって言って、やっぱり大衆を扇動したりその金子さんを真相を知らなくても悪く言おうとしたりするっていうのは悪意なので、悪意を増幅させることっていうのはなんか良くないし、物事がすごい善悪二元論みたいな分かりやすく、でもそんなきっと分かりやすいことばっかりじゃないので、そういう悪意を振りかざす人たちっていうのはそもそも何のためにメディアやってたり何のために警察とか司法の場に行ったりするんだろうっていうことをちゃんと立ち返ってもらいたいなと思いますね、うん、やっぱり東出さん演じててその楽しくてやってるっていう金子さん、まあ、今亡くなったんで聞けないんですけど、うん、そういう思いがあったっていう感じましたか？感じました、うん、ただ一番最初に引っかかったのは、はい、日庵の書き込みの中に、うん、その著作権の概念が崩れようとしているって、うん、あのこのままどうのこうなんだけどその風穴を開けるみたいな、はい、結局それがテロというか、うん、な風に捉われがちなんですけど、そうじゃなくて当時ってまあ普通にビデオカセットが売られてて、そこの会社と契約したレンタルビデオ店があってだけど、うん、今や人って家にいながらネットフリックスとかでビデオ店行かないでも物がないのに家で見れるじゃないですか。そうですよね。はい。この著作権っていうか、このいちいちビデオ屋に借りに行かなくてもいいとか CD 借りなくてもダウンロードできるっていう、そういうことを言ってらしたんだなっていうのが役作りの序盤で分かって、うん、だから考え方がすごい先に行ってらしたんだなっていう。なるほど。うん、著作権法の概念と媒体中心のコンテンツビジネスの概念とは、まあ、実は別の話なんだけど、うん、金子さん両者の違いがよく分かってなかったという。まあ、ただ先を見てたんですね。そうですね。もう媒体に移行するっていうのは、うん、もう当時のその技術者とか分かってる人は全員思ってたことなんで。あ、まあ、実際今そうなってます、ね。そうですね。なるほど。僕も実は。ウィニーが出てきた時すごい使ってたんですよね。で当時新聞記者だったんですけど、あ、これもうメディアもうガラッと変わるなみたいな。やっぱりタレコミっていうのがあるんですけど、はい、信頼する記者にこっそりファイルを渡すみたいなのがあるんですけど、もうこれが出ればもう匿名の人たちがどんどんいろんな不正な資料とかを出していくと変わるなと思ったんですけど、まあそうなんなかったなと思って、ちょっとがっかりしてるところもあるんですけど、ちょっと振り返ると本当に関連性は分かんないですけど、どうなったか誰も分かんないんですけど、やっぱりこの間に7年半の間に YouTube ができたりとか、あとまあダン弁護士もあの立ち上げにかかったこのスキードができたりとか、いろいろとあったり、あとまあビットコインとかスカイプとか LINE とかできて、あの村井淳先生ももうこのソフトとしてはもう10年に一度の傑作で、これが北条ならまあ自分自身もインターネットを開発した自分も北条になってしまうぐらいにおっしゃってたと。まあもちろんあのいろいろと問題提起がされたりとか、うん、社会で議論はあるんですけど、うん、まあ、それがすごく時間かかってしまったりとか、うん、あるいはいきなりなんか逮捕みたいにしていきなり司法で解決する。で実際当時の記事を見るとソフト研究者どうしたらいいのみたいな、これで逮捕されるんだったらちょっとやめとこうかみたいな雰囲気も出てくるなと思うんですけど、うん、ダン先生どうですか、当時の2000年代のウィーニーの時の雰囲気って どうだったんですかね。まあウィーニーが出た時は、うん、はい、あのすごい洗練されてる技術だなっていうのが印象があって、はい、それはあの日本のネット回線がですね光通信が多かったんですよ、アメリカに比べて、はい、でそのアップロード回線、ユーザーのアップロード回線っていうのが結構使われないままだったのを、はい、それを有効に使ったっていうのがウィニーの、まあ、高速の一番の原因なんですけども、うん、ビジネス的にはそういうふうなユーザーのアップロード能力を使うということが注目された、はい、ネット技術としては。で、まあ、ファイルとしては本当になんか事件が起こったらそれ関連のものないかなとかウィニー見るようになりましたね。そうですよね。でもそれがその、まあ、逮捕されちゃって、ね、ギューってしぼんでった感じがありますか？そうですね、うん、もうその逮捕の直前ぐらいに、はい、
その DRM って言ってその、まあ、暗号を使ってコンテンツをコントロールする技術を、うん、使った上で Weenie に流して、あのダウンロードは自由ですと、うん、で見るときにアクセスして認証を取りますという、まあ、結構洗練されたあのビジネスモデルの実験が始まってたんですよ。で、まあ、そういうことが始まるといきなり、まあ、今でいう YouTube みたいな世界になってくるんだろうなと思って、うん、で大体そういうものになったら、あの金子さん当時は47歳と言われてたんですけども、お金持ちになってそういうところに金出してビジネス化して、そういう時はうちに相談来ないんだよねとか言ってそんな話をしてたら僕そこに来たという、うん、ただあのビジネス化の話じゃなくて、あの刑事事件だったというなんか皮肉ですよね。でも P2P の関連 の, あの予算とかは全然降りなくなりましたし、うん、はい、でこの事件をきっかけに優秀なやつってもう Google 行っちゃうようになりましたから、日本で何か開発するってなくなっちゃいましたね。うん、今後のことを考えるんだったら、うん、はい、やっぱり国民がというか大衆が垂れ流される情報だけを鵜呑みにするのではなく、うん、物事っていうのは見え方によって、視座によって見え方っていうのはガラッと変わるっていうことを意識するしかないんじゃないかな。うん、それはソフト開発だが例えばコインハイブみたいにまた裁判になった時もそうだし、うん、他の冤罪事件もそうだし、もしかしたらロシア・ウクライナ戦争とか世界中で起きてる紛争とか、うん、視点を変えてなんかこれだけが答えって決めつけないことじゃないかなと思うんですけど、うん、いかがですか。難しいですよね。でもはっきり分かるのは、うん、おまわりさんがイノベーションのこれはいいとかこれが悪いという判断をする能力は絶対ないっていう。あ、なるほど、うん、おまわりさんが動いちゃうんですね日本は。あ、海外は違うんですか。アメリカとか民事ですね基本的に。逮捕された人はいなくて、だって皆さんあのビデオテープとかもあのベータマックス訴訟って言ってアメリカで最高裁で勝ち切ったからビジネスに残ってるんですよね。で民事で裁判でやるっていうのは、まあ、ある意味健全なんですよ。おまわりさんがなんか逮捕起訴した瞬間、相手の国家のメンツになってるんですよね、うん、なるほど、うん、守るべきものは国家のメンツだってなって、そのイノベーションとしてこれがどういう価値があるのかっていうことを論ずる場ではなくなっちゃうんですよ。ああ、なるほど。じゃあこの技術を使ってどう、まあ、悪く使う人もいたじゃないですか、はい、じゃあどう工夫したらいいのかっていう話にならないっていうことですか。そうですね。あ、それ大問題ですよね。そうですね、うん、まさに問題になったのがこの事件ですから、はい、今は変わってるんですかそれは。うーん、残念ながら変わってないです。この前まさに出たコインハイブ事件なんかも、はい、あのそのウェブのビジネス化という観点からすると面白い試みだったんですけども、うん、あれがウイルスだと、うん、ウイルスコンピューターウイルスだと言われて、あの有罪にされそうになってようやく最高裁でひっくり返したという、うん、事件ですから、あのなんか変わったのって変わってないねっていう感じですね。やっぱりいきなりおまわりされてくると普通の人ビビっちゃうし、何言ったらいいか分かんない、まあ、映画でも突然来たじゃないですか、うん、やっぱ分かんないですよね。あとそれ取り調べ室で、うん、何を書いちゃいけないのかも分かんないっていうのは、うん、その辺東出さん どう思いました実際演じられて。うーん、僕は金子さんと自分が似てる部分もあるので、はい、捜査に協力するって言っちゃうと思います、うん、言っちゃうだってあの警察はそんな正義を曲げるつもりはな、うん、もちろんないでしょうしって、うん、でもね、警察の方にもいろんな方がいて、まあ、それはウィニーの中でも京都府警だけではなく、はい、愛媛県警とかいろいろな描かれ方をしてますけど、はい、だからダン先生に言われました。何があってもすぐに書面するんだと、書面するなと今後何かあったら連絡してこいってでも作文した調書に署名しろなんて今でもやってますよ。多分今日どっかでやってますよ。あ、今日もやってるんですか。もう全然そんなんないです。でコインハイブ事件とかは結婚式が2週間後にあるから、署名しないとお前逮捕するぞって言われて、うん、泣く泣くあの自白調書に署名したっていう。あ、なるほど。でそれが後々法廷で警察側からの証拠として出されて、はい、出されます。あ、はい、であの私は犯罪であることは分かっていましたとか、うん、そんな調書になってるんですよ。自分が喋ったことになっちゃいますよね、うんうん。なんか映画でもなるほどなと思ってるんですけど、金子さんが、まあ、東さんが演じた金子さんが本当いい人だから、なんか相手の
苦労を取り除いてやろうみたいな感じで協力しちゃってるのかなって思ったんですよね。そうそうそうなんです、そうなんです、はい、だからそれは切なくてですね、金子さんもお若い時にウィニー事件でこの7年の歳月がかかんないで、その金子さんの30代の時間っていうのを本当に研究に全振りできたら、もうスカイプが LINE が YouTube がビットコインがとかっていうんじゃなく、また全然違う景色とかなってたのかなとか、金子さんが一番人生の中で過ごしたかった時期っていうのがやっぱり費やされちゃったっていうのはなぁって思いますね。実際 YouTube も最初違法ばっかりだったのが変わったんですよね、商用化になったって、そういうふうにイノベーションって結局そうなるんですよ。従前のとこと圧力を生みながら新しいものが生まれていくので、はい、ウィーニーも必ずそうなるから、とりあえず5年待ってほしいみたいなことはよく言ってました。ああ、なるほど、なんかその辺日本って苦手なんですかね、その、まあ、ちょっと怪しいものが出てきた時にちゃんと議論をしながら進めていくみたいな、まあ、超クリーンなものじゃダメみたいな、なんなんですかね、はい、出る杭を打つっていうか、その、排他的というか、他者その、まあ、農灌漑文化、要するに小麦ではなく稲作だったからっていうことなのかもしれんけど、小麦ってバーッと土地は必要で、はい、1粒から4粒収穫できる。でも稲作っていうのはその水を使うから、この灌漑事業っていうのをみんなで協力しながらやらないといけないけど、収穫高っていうのは1粒で40粒取れるみたいな、そんな本読んだ時に、だから日本人って同調圧力が強いし、あいつはだから海外っていうのはその畑が広大だから、逆にヒーロー文化、なんか遠いところのヒーローの話を聞いて喜ぶけど、日本っていうのはこの集団の中であいつ違うぞって言ったら、あいつは爪弾きにっていうような、この日本の同調圧力特別すごいなって、そうですね、ことは考えたりしますね。なるほど。ビジネスに関して言うと、アメリカの場合は、はい、あの変わり者のザッカーバーグにセリュー・サンドバーグが出てきたりとか、はいはい、イーロン・マスクとか、はい、イーロン・マスクはまあもうちょっとビジネス寄りかなって感じ で、ね、はい、でグーグルにはエリック・シュミットがついたりとかですね、はい、やっぱりその優れたイノベーターに対してですね、そのビジネスにする人も優れた人がいっぱい出てくるんですよね、日本はその技術しかできない人はまたいるんだけど、それをつなぐビジネスとつなぐその役割の方もすごく少ないと思って、これを見ていただいた方が、はい、そんなことはない、俺はやってるんだみたいなこと言ったらぜひ手を挙げて頑張っていただきたいと思うんですかね。あ、そうか、その考える人はいて、はい、ただそこをビジネスにしたりとか、みんなに分かるように、まあ、翻訳してあげる人は少ないということですね。そうですね、その金子さん決定的にビジネス化の能力はなかったんで、なるほど、でああいう人をピックアップして、じゃあビジネスまで持っていく才能のある人、でそういうのにかけようと思う人、はい、で日本においてはその頭いいやつってそのベンチャーやらないんですよね。あ、失敗する確率多いし大変だし、はい、それそうだったらなんかでっかいところでやった方がいいとかになっちゃうので、そういうあの気概のある、優れた方がっていうのがぜひ日本でも出てほしいと思います。あ、なんで今そんな少ないんですか。なぜ、はい、日本は成功事例が少ないっていうのもあるんですけども、あのやっぱり割に合わないと思う人が多いっていうのが多くて、あのね、堀江門さん、堀江門は、はい、まあいろいろね賛否両論あるかもしれないですけども、彼がやってた時のあのビットバレーのあのにぎわい方、みんないけるんじゃないかっていうあのね熱量っていうのは素晴らしいものがあったと思ってるんで、ああいう状況にもう一回なってほしいなと思いますね。なるほど。じゃあどうしたいのかっていう話に、なんか先生中心に話していきたいなと思うんですけど、はい、今後もいろいろ出てくるじゃないですか、特に AI とか、はい、あとは、はい、いろんなあの新しい技術が出てくると思うんですけど、そういうな時にどうしたいのかっていう、なんかこうやったら司法が良くなるっていうアイディア、なんかお二人からありますかね。いや僕 AI は実はものすごい怖くて、はい、なんか最近イーロン・マスクとかオズニャックがあの AI の開発中止するようにって署名したって、いやもし AI が例えばじゃあアメリカが最上級に強い賢い AI を作った時に、その一つの思考が中国やドバイやロシアとかを凌駕して一強になってしまったら、どこももう勝てないじゃないですか。でもその AI には心があるのかどうかも分からんし、技術的得意点みたいに AI が AI を作るようになっちゃったら、もう人間の想像とかも超え、ね、できる範疇から超えるから、
僕はなんか逆行してってもうちょっとおおらかってなんだろうっていうのを考えながら、うん、だから AI の盛り上がりには多分乗らないのかなと思ったりします。あ、いいですね。おおらかってすごいいいキーワードですね、うん、やって AI に鹿さんどこいるっつって答えられてそこに鉄砲を持ってくのは楽かもしれないけど鹿どこにいるんだろうって鹿の生態考えながらっていう方が絶対ね、山っていうことだったり命とかって考えることになると思うのですごい便利になるっていうことが必ずしも豊かではないのかなと思う今日この頃です。なんかあと東出さんもあの自分の興味のあることになったらものすごく饒舌になるんですよ、はい、寮のお話とかになると、はい、こういうところ山を探してとか話をずっと酒飲みながら語ってるんですよ、ね、それはもうとてつもなく面白いですね。今聞いてもいいですか。はい、どうぞどうぞ。寮の魅力って何ですか。寮の魅力、はい、寮の魅力か、はい、一言ではもちろん言えないんですけど、はい、絶対具体的にその獲物と、うん、まあ、主に亡骸と自分の中にこの2人だけの関係性が生まれるんです。絶対的な暴力だし、うん、向こうは死んでるし瞳の色は失われるし、ただその時にやべえことやっちゃったっていうかこれでいいんだろうかとかうわって思う気持ちも生まれるんです。でもこれが食うってことだよなとか、うん、いや一頭一頭の出会い全然やっぱり忘れないので毎回毎回考えるし、でも全然正当化できないし、うん、でもって考え続けるのがもしかしたら楽しい。あとは取れた瞬間はやっぱ狩猟採集民の血なのか嬉しいんです。取れたってとかいろいろぐる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 が楽しいのかもしれないです、うん、まあまた狩猟の話もいつか、それはそれの機会で、はい、またちょっと別機会でやらせてください、はい、この司法の世界って何なんだろうって、何が正義なんだろうって思うと、もう裁判所は常に中立な第三者だぐらいに信じてるんですよね、うん、はい、いやそんなんじゃないよって、うん、捕まって初めて分かる刑事司法って名付けてますけども、うん、もっと一般の方が理解していただく、AI が司法を裁くようになったりするんですね。今のそのね、ハンディキャップマッチよりはマシになるかなとか、あ捕まるぐらいすごいもの作れた、考えたらもう作っちゃう、いつか誰かのためになるっていう公共性みたいなことを思ってらっしゃったんじゃないかな。それぐらいの人間じゃないと金子の領域にはいけないので、それで捕まったら僕はいいんですよどうしたらいいんですかね。唯一可能性があるのがもっと